海南町鼓山古墳は、大韓民国全羅南道海南軍北、日表方山里にある古墳。形状は、長鼓墳。全羅南道記念物、第85号に指定されている。朝鮮半島南部には、長鼓墳十数基が分布し、日本に多く存在する前方後円墳との関連が指摘されるが、本古墳はそのうちの一つになる。朝鮮半島南端。 海南軍南東部において海岸から1キロメートルほど入った標高約3 0ルの丘陵上に築造された古墳である。朝鮮半島南部の前方後円形墳十数基の内最南端の古墳であり、かつ7 6ルという墳球町はそれらのうちで最大規模になる。2020から2021年に発掘調査が実施されている。 噴景は前方後円形で噴景主軸を南北線として前方部を北方向に後円部を平野部に向ける。噴景は日本の前方後円噴に対して比較的急斜して築造される。前方部北方10メートル並びに後円部南側にはそれぞれ平坦面があり、その作兵道を盛り土としたと推測されている。現在までに後円部噴頂。 前方部分庁に現代墓、また墳丘東側に道路が設けられた関係で、やや変形を受けているが、全体的に墳丘は球体をよく依存した状態である。主体部の埋葬施設は、横穴式石室で、石室内側に弁柄を塗るという和形の要素は一部に見られるが、原質平面型は、細長方形でかつ沿道が細長く発達しており、 全体的に見ると独特な構造が採用されている。この海南町鈴見山古墳は5世紀第4四半期マイナス6世紀第1四半期頃の築造と推定される。この時期の古墳としては日本の同時期の古墳に比しても大規模な部類に相当する。一帯は平野が狭く農業生産力のある地域ではないが海上交通の要衝であり、 被装者はそうした海上交通を掌握する地位にあったと推測される。また、周辺一帯に、長津鶴山古墳以前の在地系古墳の系譜はなく、突如出現する長津鶴山古墳に続く形で流飛、里吹石炎墳、新月里吹石砲墳、豊島石漢墓などの和形要素を持つ古墳群が形成されており、これら古墳群の有機的結合の様子が指摘される。 古墳域は1986年2月7日に全羅南道記念物第85号に指定されている。横から望む墳形古墳の規模は次の通り。墳球の外形に関しては黒田大塚古墳との類似が指摘される。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。